曜のお給食はご飯、それからすまし汁、鶏のごま味噌焼き、人参が添えてあります。それからがんもの煮物で、デザートはりんごになっています。はい、じゃあそれでは早速いただきます。さあ今日のすまし汁は、はい、小松菜です。小松菜と椎茸の味噌汁、あ、味噌汁じゃないよ、すまし汁。うん、熱々、美味しい。小松菜はとろーり。うん、もう椎茸のいい出汁が、エキスがいっぱい出てます。さあ、そしてちょっと小松菜、鶏のごま味噌焼き、もうすごいね、いいね、ごまの香りとお味噌の焼けた匂いが漂ってますよ。うん、柔らかい、もう、うん、プリプリ、うん、美味しいです。うん、今日は幼稚園、待ちに待ったごっこ遊びでした。もうほんと今15分ぐらい前に終わったんですけれども、すごい楽しかった。ほんとに楽しい、自分もね、楽しい行事です。ほんとに店長さんとかもね、終わった後、あー楽しかったって、きっと疲れてるはずなのに楽しかったっていう声がもうすごい機会言ってくれました、子供たちの方から。いやー嬉しいですね。おもてなしされた年少さん年中さんもいろいろもらえるんですよ、競技を体験するとね。それが嬉しかったみたいで、通園バッグ、手提げから出して、こうやって先生こんなのもらったよって見せてくれたりとかして、すごく喜んでくれてました。本当にいい行事だなと思います、ごっこ遊び。自画自賛。本当にもう子どものね、なんか温かいやり取りがもうすごい感じられるんですよ。もう年長さんも最初は何クールかこう回しながらやるんですけど、最初のグループの時はやっぱ自分も初めてだから、ちょっとこう何うまく案内できなかったりとか、そういうのもちょっと見られたりしたんですけど、もうだんだんが2回目3回目ってこう回っていくうちに、ちゃんと自分たちで考えてですよ、子どもたちのその様子に応じていろいろこう、ここは手を貸してあげる、ここは頑張れって応援するとかやってたんですよ。もう感激、もうすごい嬉しい。だから今すごいね、今ね興奮してんです、もう。止まらない、食べれない、止まらない、喋りがすごいいい、よかったな。うん、本当に、幸せな時間でした。うん、煮物、うん、もうね、このがんもどきの中にもういっぱい、ほら、おいしい出汁が入ってて、口に入れるとね、もう喋れない、溢れそう。うん、おいしい、うんうん、うん、もう
個食べても鶏肉柔らかい。楽しかったな。まだ言ってる、もう余韻に浸っちゃって今。ね、このこういう経験とか子供たち覚えててくれるんですかね。なんか実習にこう短大とか大学行って幼児教育の道に進んだ卒園生とかが母園で実習する機会とかもあって、その時とか結構言ってくれるんですよ。ごっこ遊びとか覚えてますよとか。嬉しいですよね。もう十何年とか経ってても、あの時に覚えてますとか、何屋さんやったんですとか、嬉しいなって思います。もうね、喋りながら黙々と食べて。じゃあこれ人参もこんな大きいんですけど、もうほんと柔らかくもう煮込んであって美味しい。もう歯いらないですよ、潰れちゃう。今日はごっこ遊びで、明日、明後日土曜日が作品展って言って幼稚園こう開放して、お家の方もお子さんの作品飾るので、それ見に来るんですけど、今日やったごっこ遊びの展示もそのままね、オリンピックの競技のところもそのままなところもあったり、ちょっと場所移動してまた設置したりするので、ちょっと楽しみにしていただけたらなと思います。ね、今週お天気いい、良かったのですごい安心しました。なんかね、お天気ちょっとね、雨とかね、こうすごいザーとか降ってると、ちょっと気持ちもなんか雨かみたいななっちゃうんですけど、すごいいいお天気だったので、よかった。もうお味噌たっぷりつけて、今日オリンピックがテーマだったので、そのグループごとに分けるじゃないですか、分けるんですよ、各クラスね。このグループをそのいろんな国の名前にしたんですけども、それが分からなくならないように、ここに腕章を見たく国旗の絵が描いてあるんです、年長さんが描いた。でそれを腕章を見たくつけていて、日本チームは最初ここの競技やってくださいとか、フランスのグループさんはこっちのお部屋ですよとかっていうのを分けるんですけど、それをつけてなんかサッカーとか野球とかやってるの見てたら、なんか本当にオリンピック選手に見えちゃってなんかすごいって思いました。嬉しくなっちゃった。将来ね、この中からオリンピック選手とか出たらどうしようね、楽しみだな。
うん、ちょっと喋りすぎてしまったので最後はリンゴ。さあ、お、もうリンゴもね、美味しいですよね。うん、美味しい。剥くのも大変ですよね、リンゴこれ、ね、うん、おいしい、ね、おいしいリンゴの見分け方とかあるんですかね。おいしい、今日もいっぱいお話ししながら給食いただきました。もうご飯もすまし汁も鶏のごま味噌焼きもりんごも、はい、がんもの煮物ももうおしゃべりしながらでしたけど、もう完食です。とっても美味しかったし幸せだったな今日午前中はい、ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。